金曜日のインサイトコラムはガッテン吉野ゼミナールです。吉野さん、今日は在宅勤務で働き方が変わるのではないかというお話ですね。そうですね、はい、家にいることで運動不足になるという話先ほどされてましたけれども、僕も全然動かなくなってですね。あ、そうですか。歩く歩数がですね、普段の半分以下になっちゃう。ぜひ先生も散歩してください。そうですよね、でその、在宅勤務ですよね、はい、今増えてると思うんですけれども、新しい働き改革につながるんじゃないかと思っていますので、今日はその話をします。きっかけになると思います。ですよね。まずその福岡の状況なんですけれども、はい、緊急事態宣言が出てからどれぐらいその在宅勤務が浸透しているのかということで、今月実施したアンケートがあるんですね、はい、で九州生産性本部によりますと、九州山口で在宅勤務をする会社員は 54% だそうです。 54% ね、全体の半分ぐらいですね。それでも8割以上の人は、はい、出社する日もあるということなんです、ね、だから完全なリモートワークにはなっていないんですね。で、全部在宅って言われても対応できない部分ってあるじゃないですか、はい、でその一つがですね、ハンコ。印鑑を押さなくちゃいけないじゃないですか。印鑑を押すって作業ですね、はい、そうなんですよ、社内手続きとか契約にはどうしてもハンコが必要なので、それで出社しなくちゃいけないっていうのがあるんですね。で僕ら大学教員も事務手続きにハンコが必要なので、今のところ先延ばしにしてるんですけれども、いずれかは行って押さなくちゃいけないっていうことですね。でこれリモートワークを阻害している一因になっているのは確かなんですけれども、今ですね、政府はこれをもう変えていこうっていうふうに言ってるわけですよ、でこれ政府はそういう方針を打ち出しているし、経団連の中西会長もハンコはナンセンスで、全て署名や電子署名でいいと話しているんですね、はいはいはい、だからこれ変わるかもしれないなというふうに思っていて、確かにハンコっていろいろあって、いわゆる三文版とか大量生産されているわけじゃないですか、はい、で僕も100円ショップのやつ使ってたりするんですけれどもこれ本人の証明に なってるのかなって、あんまりなってないですよね。本当ね、日本からもう古くからある観光ですよね、これはね。そうなんですよ、ね、セキュリティとしても相当弱いし、というところがあります。はい、で、企業も動き始めてます。で、最近になって IT 大手の GMO インターネットとか、はい、あとはメルカリ、フリーマーケットの、はい。はい、こういった企業はですね、印鑑をもう使わないという方針を明確に打ち出しているんです。もうそれの方がいいですよね。いや、そうなんですよ。だからこういう IT 関係の企業が引っ張る形で、印鑑は次第に使われなくなってくるんじゃないかなと思います。ただこれやっぱり業界団体の反発も強くて、これやめるとなると、はい、じゃあこういう業界で働いてる人はどうなるのかっていう問題は当然出てくるし、もしかしたら何らかの対応が必要だよということになるかもしれないですけど、これはでももう新しい動きが出始めてます。これは2つ目はですね、はい、テレビ会議、はい、でこれどうですかね、多分桜井さんもやれると思うんですけど、いやもう何度もやりましたよこの2週間でそうですよね、はい、これ使えると思わなかったですか。使えるって思わなかったですか。いや思いますよ、もうこれでいい、これがいいよって思いますよ、会議は。そうですよね、はい、だから僕も大学でいろんなその会議とか打ち合わせをですね、はい、テレビ会議で やってみて、ほとんどのミーティングはこれで十分じゃないかなと思いましたね。いや本当ね、で多分あれの方が時間が短縮されるような気がしますね、だらだらなんか会議にならないような気がします。そうなんですよ、はい、だから一度実際に会うっていうのは重要だと思いますけれども、はい、一回会ってこう名刺交換して、多少世間話しておけば、あとはもうオンライン会議で十分じゃないのかなと思ってますね。確かにそうですね、出張もそうですよ、だから今まですごい遠くに時間をかけて行ってましたけれども、テレビ会議で十分だっていう案件は多いんじゃないかなと
というふうに思います。なるほど、ね、世界中のもつながれますしね。そうそうそう、だってあったらじゃあ飲みに行こうかとか、なんかいろいろこう付随するものってあるじゃないですか。そうですね。そう、あの以前このコラムで、やっぱり北欧の人たちがその幸福度が高いのは仕事とプライベートを切り分ける、はい、まあ、それが重要だっていうことをお話ししたんですけれども、テレビ会議だと終わった途端にそこからもう切り分けてプライベートが始まるじゃないですか、はい、そういう意味で言えば、まあ、労働時間にこう拘束されがちな日本人にとってはこれも新しい働き方につながるきっかけになるんじゃないかなと思うんです。確かに、なんか日本にとってはより、ね、そういう意味じゃ必要なものなのかもしれないですね、変えていくためにはね。いや、そうなんですよ。でただね、この在宅勤務の問題点もありまして、はい、あの企業のまあ管理職の方々、お偉いさんにとっては部下の動いてるのが見えないから、サボってるかどうか分かんない、働いてるかどうか分かんないっていうのがあるじゃないですか。だからこれは今その情報技術をあの使えばいろんなことができて、例えばパソコンでどのサイトを見ているのかっていうのを今のテクノロジーだとチェックできるんですよ。そうなんですよね、聞いたことあります。だから部下が今どのサイトを見ているのかっていうのがチェックできるから、なんかこれ監視みたいでちょっと息苦しい感じがしますよね。確かにね、だからこれもあの変化につながるかなと僕思っていて、従業員へのこう管理を強めてですね、パソコンで仕事をやってるかどうかっていうそのプロセスをチェックされる、監視されるよりも、やっぱこれからはですね、その仕事で何を成し遂げたかっていうやっぱ結果でね、判断された方がいいんじゃないかと。そうですね、っていう感じもするんですよ。そうなんですよ。で、あの、まあ、いわゆる成果主義はね、日本でなかなかこう根付いてないっていうのも分かるんですけれども、はい、あの在宅勤務によってですね、こういうあの業務の評価基準っていうのも変わっていっていいんじゃないかなというふうにあの思ってるんですよ。で、まあ、あのコロナの影響で在宅勤務についていろいろ考えてるんですけれども、まあ、これをきっかけに新たな働き方改革が起きそうだなと思っております。確かにね、私もそう思います。なんかいろんなことが進んでいく、やっぱりこういう時だからこそ動かない、動かないってことってありますもんね。それが今動き出してるって感じありますね。あります。じゃあこれを弾みにして変えていったらいいのかなっていうふうに思いますね、はい、はい。吉野さんはご出演ここまでになります。ありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いします。筑紫学園大学教授の吉野義隆さんでした。ガッテン吉野ゼミナールインサイトコラムでした。